松地事件は1878年、神奈川県大隅郡松地村に起こった農民暴動。松地騒動、松木騒動とも言う。恩親を超えた人々の非恩親を超えた人々の石踏みここに見える山、名言録を大野氏は記録としている。村人は村の古町に土地を敷入れして金を借りていたが、明治8年に基礎改正が始まったことにより、 所有権喪失を恐れて古町に掛け合ったところ、古町が村民65人の出入地235ヘクタールを勝手に自分の名義に変えていたことが発覚。村民が訴えて裁判となり、一審では村人が勝訴したが、二審では敗訴。最新の費用のない村人は暴動を起こし、古町一家を殺害した。また泉京花はこの事件を素材とした。 冠や財文を書いて文壇にデビューした。ABC 明治11年10月26日、神奈川県大隅郡松地在室地変観察街、放火騒動総集松地村の小作64人、竹やりそまがたで、誇張一家を残殺地権無期限室入りの一件から、新聞修正、明治編年史。 第3巻新聞修正、明治編年史編3回編、P468ABC 第1編、明治維新と神奈川県、第2章神奈川県の再編と諸改革第2節地祖改正、3地祖改正をめぐる、農民運動デジタル、神奈川県史通史編4、神奈川県立公文書館、P142 から14424人と等の、放火殺人事件、新聞修正、 明治変年史。第四巻新聞修正。明治変年史編3回編。P213 神奈川県下の農民創造の中心の一つだった。大墨ゆるぎ軍有林第419号。有林道。平成14年10月と北日。a b c d e 穏な死体の存在近代日本の。規範秩序と暴力への指論安部康成。 一橋論争第122巻、第2号平成11年8月号、つゆきうさぶろうず、ゆきうさぶろうことばんく、ABCDEFGHIJK 第2編、明治前期、第2章自由民権運動デジタル、神奈川県出資編4神奈川県立公文書館、塩野倉之助ことばんく ABC 泉京化の、女人救歳の原型、冠屋在門論、諸岡哲也、 仏教大学大学院起用文学研究科編19から292019年3月1日ありがとうございます。